はい、やってまいりました。平成30年7月集中豪雨から1ヶ月が過ぎ去ろうとしています。真備町は今現在どのような状態かお知らせしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は総社川清根駅方面から橋を渡り真備町市内に入っております。また撮影にあたっては災害ごみの収集トラックの作業の邪魔にならないようにトラックの出入り前の時間帯に撮影開始撤収しました。今現在岡山県警の SNS では災害ごみの回収トラックの運行マップルートを上げております。トラックの方は宮田橋、庭橋、川上橋の橋を通り真備地区の災害ごみを搬出しています。皆様渋滞が起こらないように真備町を通る際は迂回する形で運転を行ってください。真備地区に入ってからすぐの場所です。この近くにはセブンイレブンがあるのですが、もうすでに営業を再開しておりました。このバイク屋ですが、僕も以前、バイクを乗っていたのでよくこのバイク屋で、オイル交換をさせてもらってました。ここに来るまでは非常に心配していたのですが、このような状態なので非常に、ショックを受けています。こちらは真備中学校になりますが、集められた災害ごみで埋め尽くされています。現在は、キャパシティを超えているためこちらの方へは集められていない状態のようです。
今回、このような形で、被災地の状態を、お伝えしました。被災地にはまだ多くの災害ごみが残っている状態で、今後もさらにごみは増えていく状態であり、このごみはどのようにして処理し、以前あった元の町にするかが今後の私たちの課題です。引き続きスピチューブの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。